い、ストックインアメリカです。今日作るのは寿司ベイクカップス。それでは作っていきましょう。質問や感想はコメント欄でお待ちしています。はじめに酢飯を作ります。小さい器に砂糖大さじ1、米酢大さじ1、塩小さじ4分の1を入れ混ぜます。砂糖と塩は溶け残っていても大丈夫です。中くらいのボウルに温かいご飯1合分と酢をかき混ぜながら入れ、切るように混ぜていきます。ご飯が乾かないように使う時まで布をかぶせておきましょう。次にエビマヨを作ります。小さい器にスイートチリソース大さじ3、マヨネーズ大さじ3を入れ混ぜ合わせ、パッケージの表示通りに温めたポップコーンシュリンプ2カップ分を中くらいのボウルに入れ、先ほど作ったソース大さじ3をポップコーンシュリンプに絡ませます。こちらのマフィン型を使います。油を塗る必要はありません。海苔は韓国海苔か普通の大きい海苔を4から6等分に切ったものを使います。山盛り大さじ1杯の酢飯を海苔の中央にのせ、マフィン型に入れ、スプーンの背を使って優しく押さえましょう。スプーンは水で濡らしてから酢飯をすくうとくっつかずにできます。先ほど作っておいたエビを4から5尾酢飯にのせていきます。のせ終わったらエビを軽く押さえ、酢飯に密着させ200度に温めたオーブンで8分焼きます。飾り用に小ネギの緑の部分を斜めに切っておきます。焼き上がったら寿司を冷まし、余っているソースに醤油小さじ2分の1を入れ混ぜ、寿司の上に少しかけ小ネギを飾ったら出来上がり。型から外すときは箸などで縁をつついてからすくい上げましょう。TikTok で見かけた寿司カップ、とてもいいアイデアだと思って私も作ってみました。サーモンで作るのがポピュラーのようですが、エビマヨで作るのも美味しかったです。今日も見ていただきありがとうございます。作ってみたいなと思っていただけたら、いいねボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた。